佐賀賢人ラオー,ラー今日は鍋島直政でございますうん、うん、さあ鍋島直政子知ってます知ってますなぁ誰ですかえっと殿あ、うん、すごいすごいすごい殿でございます佐賀藩第十代藩主でございますけれども、はいえー、この殿を述べる前に、うんはい、まず皆さんにちょっとし

忘れた。忘れたじゃねえよ。瀬古丼だよ。ああ最高丼最高んだよ。あと、ね、あの、大久保利道なんていうのも有名どころではございますね。<laughs> はい。他には、じゃあ、蝶、長州。長州。有名どころ。坂本龍馬。それ、土佐だよ。ああ外した。桂 <laughs> 小五郎とか。 であとまあ早く亡くなってしまいましたけども騎兵隊を作った高杉晋作とか有名ですよね、はいはい、で土佐が坂本龍馬だとか竹智半平太知ってたら、まあ、相当マニアックだなと「火」ね、でって言ったら、うん、あんまりいないですよね「火」「禅、うん」「火前火前でパって思い浮かべるっていいないそうなんですよ 佐賀の賢人たちっていうのはすっごい国づくりに活躍してるのに、うん、いまいち有名どころじゃないなぜかと言いますと、うん、佐賀の賢人たちはいわゆる群像なんですね、うん、像チームなんですなるほどチーム佐賀藩なんですよわーそのチーム佐賀藩をギュッと まとめて管理したのが鍋島直政なんですリーーダ幕末明治維新のですね頃に活躍した人っていうのはまあよく早く亡くなっちゃってるんですよ本当だね切られたりあのいろんな理由で早くに亡くなっちゃってるんですけれども佐賀藩の人っていうのはわりかし天智を全うしてるんですね。わいいこと なぜか、うん、それは殿が、こう、うん、うわー、そのだ、上位だー、おるや。っていう時に、うん、やめとけって言ったんです。<laughs> なうん、<laughs> 新しい国になった時に、うん、あの、才能が発揮できるように。今はちょっと勉強しとけって言ったんです。守ってくれたんだ。ある意味ですね。歴史の渦の中から守ってくれた人でございました。うん、その鍋島直正子、どんな幼少期を送り。 そしてどんな殿様だったのかそれは鍋島直政子をの二で